いやお久しぶりですね、動画投稿をするのは。というわけで、皆さんは MBTI 診断というものをご存知でしょうか？まあ、私もよくは分かってないんだけど、いわゆる性格診断ってやつですね。一時期めちゃくちゃ流行って、結構配信者さんとかもやったりしたんじゃないかなって思うんだけど、まあ私はね、流行りに乗らないということで有名な女ですのでまあ最近だと8番出口とかスイカゲームは割と乗った方かなと思うんだけど、まあ比較的ね、流行りにあまり乗らず、どちらかというと忘れた頃にやってくる女っていう感じになってくる、なってるので、まあちょっとまあだいぶ旬は過ぎたかなって思うんだけど、まあやっていこうかなと思います。まあ一回やったことあるんだけど、その時何だったっけなと忘れましたマジでなんか忘れちゃったんだけど、まあ、なんか確かね、結構クリエイティブ気質みたいなこと言われた気がするんだよね。でもさ、結構こういう性格診断テストってさ、やると変わるみたいな、時間が経ったりすると変わったりとかってあるじゃん。っていうことでやっていきたいと思います。多分これだよな、これだね。はい、自分の性格タイプを明らかにするため、ありのままの自分で正直に回答してください。自分の性格タイプが人生の多くの分野にどのような影響を与えるかを学びましょう。オプションのプレミアム教材ならなりたい自分に成長できます。あ、はい、わかりました。まあオプションについてはちょっといいかなはい、じゃあやっていきますか。定期的に新しい友達を作る。まあこれね、なんだろう、性格的に作るっていうより結果的にそうなってるが正しいんだけど、まあ比較的同意するに値するかな。まあ私結構人間関係リセット症候群みたいなのにかかる時もあるので、それでなんか人間関係がリセットされて新しく構築されることってあるんだよね。最近はそれがないようには心がけてるんだけど、様々な面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を費やす。あー、これはでも面白そうな事柄についてっていうことであれば費やすかな。まあ、でもこれもなんかめっちゃ費やすわけでもない、この辺かな。やっぱ他の人が泣いてるのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。これめっちゃ同意します。なんかもらい泣きしちゃう、泣きたくなるっていうか、まあ、もらい泣きしちゃうから、もらい泣きしちゃったり、なんかなんだろうね、こう共鳴しちゃうみたいな感じがあるな。これ同意します。代替案の代替案を考えることは多くないですね。そんなに頭良くない頭回んない。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられません。私はプレッシャーにめちゃくちゃ弱いけど意外と強いので、まあ、この辺ですね。夜行の場では自ら進んで新しい人に挨拶しに行くことはほとんどなく、すでに知っている人と話すことが多い。まあ、これはね、この辺かな。自ら進んでっていうのがねポイントなんだよね。でもなんか飲み屋とかだと、最近だと結構その、まあ、挨拶っていう点においてはいかないんだけど、なんかこう話してるのに、なんかちょっと、あ、これこうですよね、みたいな感じで割り込んだりとか、することはある、初対面でもね、あるから、それってこうですよね、みたいな。まあ、失礼に値しない程度にやることがあるので、まあ、ここかなと。全く同意しないわけでもないという感じかな。まあ、次行きましょうか。まだ 10% なんですよ。これ結構長いんだよね。一つのプロジェクトを完全に終わらせてから次のプロジェクトを始めるのが好き。これね、同意しません。っていうのも、まあ、私、ライブ 2D モデラーということで、ライブ 2D やってるんですけれども、極力ね、なんだろう、二つ、例えば受け持っていたとしたら、二つ同時に進めてます。まあ、理由があって、ゲシュタルト崩壊を起こすからなんですけど、
まあ、なんでわまあそれについてもそうなんだけど、他のことに関しても基本的にはなんか絶対に終わらせてから次行くぞみたいなこだわりはないかな、無理しないかな。自分はとても感傷的だ。これはそうかもしれない。感傷的ってどう、難しいね。こんぐらいかな。予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。これはね、好きです。ただリストはあんま使わないかな。予定表とかはめっちゃ使うし、スケジュール帳はね、あの手帳とかをね毎日書いてるので、まあ、リスト使わない分なのでこの辺かな。些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。あんま気にしないかな。まあ、こういうのでさ、こうしたくないんだよね。なるべく。疑ってしまうっていうのは、そこまで些細なこと、そこまでじゃないから、この辺。自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。まあ、興味があるのであれば簡単かな。クリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がない。これ難しいな。正直私はあるべきだと思うんですけど、あんまりない。あの議論がそもそも苦手なんですよ。だから議論したくないっていうのがあって、解析や分析の仕方に興味がないというよりは議論に興味がないっていう感じなんで、まあこの辺にしときましょうか。次行きましょう。自分の心より自分の頭に従うことが多い。私は心に従うことが実は多いけど、意外と理性的でもあると思っているので、この辺にしときますか。日々のルーティーンを決めるのではなく、いつもその時に自分がしたいことをするのが好き。これめちゃくちゃ同意しますね。まあ、ルーティーンがないわけじゃないんですけど、決めないです。決めると死にます。耐えられなくなって死にます。こなせなかった時に辛いとか結構あるんで、割とその時したいことをするっていうのが私のスタイルなので、めちゃくちゃ同意しますね。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。めちゃくちゃ気にしますね。まあでも興味がない人に残すかどうかは気にしない場合があるから、会う人っていうのがどういう人なのかにもよるから、まあこの辺にしとこうかな。グループで何かをするのが好き。これはまあ好きっちゃ好きなんだけど、まあ、なんかな、微妙なんだよな。最近あんまりないしな。まあ私が休んでたっていうのもあるんだけど、何かをするの自体は好きなんだけど、常にグループで何かをしたいかって言われるとそれもまた違うから、まあ、この辺かな。結末を自由に解釈できる本や映画が好き。あー、これ難しい。嫌いじゃないんだよね。そのなんか最後に関しては視聴者の解釈に任せるよみたいな終わり方する映画、アニメ、本なり漫画なりあるじゃないですか。もうなんかもどかしい気持ちもあるんだよね。そのはっきりさせてほしいみたいな。嫌いじゃない、でも同意ぐらい。自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じる。これね、マジでどっちもだな。自分が何かをやり遂げるのももちろん大好きだし、周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じる。まあでもね、これ周りの人が好きな人かどうかにもよるわ。周りの人が自分が応援したい人っていうことであればめちゃくちゃ同意。私は結構なんだろう、周りの人間なの、自分よりみんなに幸せになってほしいみたいなことを思う時がある。まあ、自分が幸せになりたいと思う時ももちろんあるんだけど、ここめっちゃ揺らぐな。同意は、ちょっと同意ぐらいかなにしとこうかな。次行こう。いろいろなことに興味がありすぎて次に何に挑戦するか決めがたい。これはめちゃくちゃあるな。まあな、まあ具体的に何かって言われると難しいんだけど、挑戦って言われるとちょっとあれなんだけど、まあ、なんかやりたいことが多くて
その次何しよっかなみたいなのはめっちゃあるから、まあ挑戦っていうのがあれだから、この辺でちょこ、物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。あー、これはね、わかる。心配はよくする。結構心配性なので、この辺。複数人で何かをするとき、リーダー的役割は避ける。これも、この辺かな。まあなんか、もちろん、しなければいけないときだったり、するべきだったときは、私が率先してやることはもちろんあるし、実際になったときは、ちゃんとやり遂げるんだけど、まあ、やってくれる人がいるのであれば、まあ、お任せしたいかなみたいな気持ちがあるから、まあ、これかな。芸術的なタイプでは全然ない。これ同意したら私ちょっとクリエイターやっていけない気がするので同意しない。しない。まあ、まあ同意しないかな。もう完全に芸術的なタイプではない気もするんだよね。まあ、この辺かな。人々が感情ではなく理性に頼ればもっと良い世界になるとは思う。それは思うよ。思うけど、でも感情も必要な時ってたまにはあるから、こうやらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。そこまでのなんか、あれがないわ。なんて言うんだろう。いや、まあ気持ちいいよこれ。やらなければいけないことをやって、あーやったーつで終わったって言って、まあ、リラックス好きなことしたりとか飲みに行ったりとかするっていうのはすごいすっきりするんだけど、でも私はやらなければいけないことをもう全部忘れて飲みに行くのも好き。だからこれはちょっと同意しない方が正解かも。次行こう。 40% まだまだあるよ。人が口論するのを見るのが好き。嫌いです。笑っちゃって咳も出ちゃう。人が口論するのを見るのが嫌いですね、基本的には。まあその口論の内容とかにもよるけどね。そのなんか喧嘩越しの口論は本当に嫌い。ぶつかり合ってんのも嫌い。ただなんかそのでもこれは議論になるのかな。なんかお互いがこうなんだろう、お互いを高め合うような口論ってあるじゃないですか。討論っていうか議論になる気がするんだけど、まあ、そういうのは見てて嫌いじゃないから、まあ、好きって言われるとあれだけど、同意し、まあ、このぐらいかな。注目を浴びないようにしてる。そんなこと全然ない。注目を浴びたい。注目を浴びたくなきゃこんなことやってない。とても急に機嫌が変わることは同意します。まあ、この辺ぐらいで。自分より効率が悪い人がいると我慢できない。我慢できないことは別にないかな。確かになんか気になっちゃうなみたいな時はあるけど、ギリギリ最後に何かを やっと何かをすることが多いとめちゃくちゃ同意します。私は夏休みの宿題を最終日にやって、持っていかないタイプです。司法について以前からずっと興味がある。これについてはな、なんかそのなんか死生観とか言われる余裕じゃないですか。なんかめっちゃ喉鳴ったけど、死生観とかなんか言うみたいな、なんか例えばその誰かのとつまちとかで死生観についてみたいなこう項目があったりすることがたまにあるんですけど、なんかね、全くないの。今日死んだら終わりだと思ってるから。死後って何？まあその死んだ後のその自分のこうなんだろう、例えばね、その誰が葬式に来てくれたかなとか、誰がどれだけ悲しんでくれたかなとか、誰がどういう反応してくれたんだろうみたいな、そういうなんか人の反応にはちょっと興味があるけど、なんかこの辺かな。じゃあ死後の世界みたいなのね、全く興味がない。だからやっと半分ですね。一人でいるより人と一緒にいる方が好き。でもね、これはね、同意です。ソロ活動、活動って言うとあれだな、ソロでいるのも嫌いじゃないんだけど、基本的に人と一緒にいる方が安心するんだよね。一人でいると病む。議論がとても理論的になると退屈に感じたり興味を失ったりする。いやでもね、
退屈には感じないんだよな。ついていけなくなるってことはあるんだけど、うんうんって聞くとか、なるほどなるほどってなると、失うことはないから、まあこの辺かな。ついていけなくなるってことはよくあるな。私はあんまり理性的とか理屈的ではないから、自分とは全然違う経験をした人の気持ちを難なく理解できる。できないできないんだよね。教えてもらわないと。難なくはちょっと難しいな。いつもギリギリ最後まで決断を遅らせる。決断に関しては意外と早い。なんか、まあ悩んで相談するとかもあるけど、じゃあこうしようってなるのは結構早いので同意しないかな。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどあります。やっぱりこうしよっかなってなることは全然あります。そう、決断するの早いけどその分揺らぐことも多いので同意しない。とても疲れる1週間を過ごした後は賑やかな社交の場を楽しみたい。これはめちゃくちゃ同意する。うん、だから最近は特にね、飲み屋に入り浸ってるのもありますし疲れてる1週間過ごした後なんか行きたくてたまんないでしょうね。はい、次行きましょう。美術館に行くのが好き。まあ、嫌いじゃないけど好きでもないかな。マジで、まあ、どちらかというと同意しない派だな。別に行かないし、行きたいと、自分から行きたいとは全く思わない。だから、この辺。人の気持ちを理解するのは難しいとよく感じる。まあ、気持ちに関してはそうかな。理解するっていうのが難しい、また難しいんだけど、基本的に私、人が、なんか、対人と話してて、この人何考えてんだろうって思った時に理解できないことが多い。わからないことが多い。まあ、その、話してて、こう思ってんだよねって言われたら、あ、そうなんだって思うんだけど、そういう理解はできるけど、なんか、自分からこう、なんか、読み取るっていうのが苦手。趣味のやることリストを作るのが好き。まあでもこれやってるんだよね。やることリストじゃないけど、まあなんか一応なんかタスクみたいなのはスケジュール帳に書いてはいるから、好きっちゃ好き。不安はほとんど感じない。めちゃくちゃ感じるので同意しない。電話はかけないようにしてる。これはね、結構同意する。なんか極力かけないようにしてる。なんかその、どうしようもない時とか、めちゃくちゃ急いの要件とかはあるじゃないですか。は、かけることもあるんだけど、でも本当に電話ね、基本かけないかも。同意だね。これここでいいかも。どうしようもない時以外はかけないから。自分と違う考えを理解するためによく多くの時間を費やす。いや、別に、理解、あんま、自分と違う考えをあまり理解しようとする気がないかもしれない。なんか、ああそうなんだって思うけど、そのために時間を費やすことはあまりしないかな。次行きましょう。友人間でまず誰かに連絡して何かを提案するのは自分である場合が多い。どうだろう。結構飲みに誘ったりとかするしな。でも企画とかはなんか提案しないしな。それは友人間でっていうのがあれか、間違ってるか、活動面とそのプライベート面って違うっていうだけで、どっちかっていうとこれはプライベート面を聞いてる感があるよな。どうだろうな、誘われることないわけじゃないしな。でもあんまないかも。私から誘う方が多い気がするから、まあ、この辺にしとこうかな。計画が途中で中断されたら、できる限り迅速に再び軌道に乗せるのが最も重要だ。計画か。まあ、でもそれはそうかもな。私、その計画、自分の中の計画が途中で中断された時ってめちゃくちゃストレスなんで、なるべく早く元に戻すっていうのは重要。重要っちゃ重要だね。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしています。
めちゃくちゃ気にしてずっと引きずってることがいくつもある。めちゃくちゃ同意します。人生の意味や人間が存在する理由について考えることはほとんどありません。ないです。考えるだけ無駄だと思っています。まあ無駄ではないと思うけど、考える時間がもったいない。感情をコントロールするのではなく、感情にコントロールされている。もう耳が痛い耳が痛いね。誰かに非があっても、その人が周りに悪く思われないように私は細心の注意を払う。あーでもこれも結局その人によるんだよね。自分が気に入ってる人だったらそれは結構ね思っちゃう。それもだから人によってさ、そういうのを決めるなっていうのはちょっと思うところではあるんですけど、やっぱその興味がない人だったり嫌いな人だ、まああんまり私嫌いな人っていないんだけど、苦手な人だったりした時に、その人が周りにどう思われようが私には関係ないし、どうでもいいんだけど、でも私が気に入ってる人だったり好きな人だったりした時に、その人が周りにどう思われるか悪く思われないかっていうのはちょっと、まあ、気にしちゃうよね。この辺にしときます。次行きましょう。あ、もうちょっとですね。仕事のスタイルはきちんと着実に努力するではなく、自然発生するエネルギーの爆発の連続に近い。ちょっとわかる。ちょっとほんとこのぐらい。誰かに高く評価されると、その人が自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるか考えてしまう。うん、そんなこと考えない。もう、ただただひたすらに喜ぶ。でもこの気持ちもわかる。ほぼいつも一人で作業する仕事につけたらいいと思う。でもこれはね、わかるな。作業、仕事に関しては、人と作業するのちょっと怖いところあるから、やっぱね、複数人で、作業するよりは一人の方がいいなと思うな。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。そう。これこそさっきの生きている意味とか、人生、なんか人間の存在の理由とかじゃない？無駄だと思う。まあ、この辺かな、でも。無駄、あんまり無駄って言うすぎるのもな。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好き。どっちも好きなんだよね。なんでこの辺です。一目見ただけでその人の気持ちがわかりません。一目見ただけではマジでわからん。重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。重圧か。重圧ってそもそもあんのかな、私に。まあでも期待はされてるっちゃされてるよね。やっぱ、クライアント様からとか。ってなると、この辺かな。一つ一つ順序を追って念入りにことを全うする。どうだ？どうだこれ。そ、かな。いや、あんまり同意できないかも。賛否両論と言われていることにとても興味がある。まあ、興味があると言われればない。自分より他の人の方が、他の人の方が必要としてるならいいチャンスも逃す。その他の人にもよるわ。でも基本的にいいチャンスは逃したくないからここかな。締め切りを守るのが苦手です。まあ基本苦手なんですよね。なるべく守るようにはしてます。けど苦手は苦手です。物事はうまくいくだろうと自信がある。ない。この辺。でもなんか、なんだかんだどうにかなるとも思ってる自分がいます。あ、終わりましたね。結果です。結果見ましょうか、じゃあ。何分かかったんだ？あ、もうでも30分ぐらいかかるんだね、やっぱ。結果。おぉ、あ、多分前と違うわ。ESFPT、エンターテイナーですね。エンターテイナーは熱意に溢れた精力的な人たちで、無計画に行動するのを好みます。すっげえ言われよう。エンターテイナーの周りにいて退屈することは決してないでしょう。なんか嬉しいことも言われたわ。無計画に行動するのを好みます。めっちゃ好きだけどね。言われようが。エンターテイナーだったんだ。なるほど。やっぱ変わってるな。なんか考え方とかが。よし。60% 外向型。もともと内向型だったもの、私。この辺、確か。
やっぱ飲み屋に行って私変わりましたね、飲みに行くようになってから。外交型の人たちはグループで行う活動が好きで、人との交流を大切にします。自分の熱意や興奮感を表に出す傾向があります。交流はすごい好き。 58% 観察。まあこの辺は、あ、意外、40、直感じゃないんだ。観察の人たちは現実的で、今起こっていることや起こる可能性がとても高いことに集中する傾向があります。結構直感型だったイメージがあるし、実際前は直感だった気がするんだけどな、高い方が。まあでもここはでも割と半々だった気がする、前も。 55% 感情型。おお、まあこれは納得。感情型の人たちは感情表現や感受性を大切にし、共感力や連携、社会の調和を重視します。64% 探索型。探求型の人たちはアドリブで何かをしたり、さまざまな機会に対応したりするのがとても得意です。社会規範にとらわれず、柔軟な考えを持ち、安定より目新しさを大切にします。あ、ここも前もそうだったような気もするかな。激動型 71% 激動型。アイデンティティがそうか。激動型の人たちは自意識が強く、ストレスに敏感で、自分の感情に切迫感を感じます。完璧主義な上に成功願望があり、自己、何これ何て言うの、私ね漢字弱いんだけど、自己研鑽に精力的な傾向があります。まあこんなに激動高くなかった気がするけど、まあでもストレスに敏感っていうのはちょっと納得というか、わかるって感じ。コナミ感。メールアドレスに送ってもらうか。この結果ちょっと送ってもらうから、ちょっとカットするわ。はい、続き。エンターテイナー型の性格。私は T だったね、 A じゃなくて。1秒1秒のためにたばねらずに生きなさい。エルトン・ジョン。バナナリ行きに任せて突然歌を歌い始めたり踊り出したり、そんなことをしている人がいたら、その人はきっとエンターテイナー型の性格タイプでしょう。エンターテイナーは一旦何かにワクワクすると夢中になり、他のみんなともその感覚を共有したいと思うのです。周りの人を励ますためには時間と労力を惜します。人々を巻き込んでいくのがものすごく得意な人たちでもあります。どうなんだ、なんか合ってる気がしない。でもそのワクワクすると夢中になって感覚を共有したくなるっていうのはわかる。そうだね、人々を巻き込むっていうのがちょっとそうかなって思うけど。情熱的に生きる。どこにいても注目を浴びるのが大好きなので、エンターテイナー型の著名人の多くは俳優として活動しています。友人のために一芝居するのも好きなので、独特な下品のウィットを出せながらおしゃべりをして、みんなの注目を集め、どんなイベントであってもパーティーのように場を盛り上げる人たちです。この上なく社交的で、しかもものすごくシンプルなことに喜びを感じるタイプなので、仲のいい友人たちと楽しく過ごすときほど幸せに感じることはないでしょう。まあでも確かに、注目を浴びるのも好きだし、まあ一芝居するのも好きかどうか分かんないけど、まあなんだろう、 VTuber やってるのも一環なのかなと思うし、まあそう、シンプルなことに喜びを感じるタイプなので、仲のいい友人たちと楽しく過ごすときはめちゃくちゃ幸せ。話し上手なことだけがエンターテイナーの取り柄ではありません。他の性格タイプと比べると最も研ぎ澄まされた美的感覚を持つ人たちで、身だしなみや服装からインテリアに至るまで優れたファッションセンスが光ります。嘘だ、絶対嘘だ、私そんなにファッションセンスないぞ。何でも一目見れば見栄えがするかどうか分かるので、自分のスタイルに合うように周りの環境を変えることもためらいません。観察眼があり、他の人の感情にとても敏感なので、あの回答でそうなる。普段はそのように見えないかもしれませんが、エンターテイナーは自分がいつも主役でないことを認識しています。あ、それはそう、主役だとは思ったことないな。厄介な問題を抱えている人に対して、問題解決のためにいろいろと話し合ってみようと、誰よりも先にサポートし、精神的な支えになってあげたり、実用的なアドバイスを提供したりすることもよくあります。いやどうだろうな、厄介な問題を抱えている人に対して話し合うことが正解だとも思わないしな。でもエンターテイナー自身について何か問題がある場合は、真正面からその問題に取り組むのではなく、衝突を避けようとする傾向があります。あ、耳が痛いかも。
普段は情熱がほとばしる状況や劇的な事件を大いに楽しむのですが、自分が非難の的になるような場合はそのようなことを歓迎しません。そうね、自分が悪者になりたくはないって感じ。アドリブで物事を実行する。目先の快楽ばかりに集中してしまい、そのような楽しみを味わうためにやらなければいけない義務や役割を無視してしまう。この傾向はエンターテイナーの最大の課題です。痛い。複雑な分析や反復作業をしたり、統計から現実を探ったりという活動を苦手とし、むしろ運に任せてチャンスが巡ってくるのを待つ傾向があります。それはそうかもな。または友人がたくさんいるので、そのうちの誰かに助けを求めることを行います。それはどうだろう。定年後の人生設計や糖分摂取量など長期にわたり管理が必要なことについては、自分の代わりに面倒を見てくれる人がいつもいるとは限りませんか。わかる。エンターテイナーが自分自身でやるのは簡単ではありませんが、自分でやるよう努めることが大事です。はい。品質や価値を見極めるのが得意という素晴らしい特性も持っていますが、計画性がないタイプなので自分の収入以上の暮らしをしてしまうこともあるでしょう。めっちゃ当たってる。クレジットカードの扱いは十分に気をつける必要があります。はい。長期目標に向かって計画的に物事を進めるのではなく、チャンスに飛びつくことに熱心な人たちです。不注意なこともあるので、計画的に手を届かないアクティビティもあるでしょう。経済的にか。なんかここすごい当たってるわ。計画性がない。正直そうだな。友人がしている活動にやむを得ず自分は参加できないことに気づくと、エンターテイナーはものすごく不満に感じるでしょう。何か新鮮で楽しいことを試したいと思っている人を必要としている場面、または笑いや遊び心が求められている場面では、いつもエンターテイナーは歓迎されます。しかも周りの人を巻き込んで何かをするのはエンターテイナーが大好きなことです。当初の話す予定だったテーマ以外のことについて誰かと何時間も話したり、愛する人のあらゆる感情に共感したり、そんなことができる人たちです。エンターテイナー自身が将来に向けてしっかりと準備を整えることさえできれば、ワクワクするような新しいことに喜んでいつでも友人を連れて飛び込んでいくでしょう。なるほどな。わあ、でも結構わかる。結構わかるな。まあこれは買わないですけど。マリリン・モンローとかね。有名なエンターテイナーたち。なるほどなっていう感じでした。はい。なんか変わったわ変わりましたね私。はい。というわけで、なんて言うんだろう、16パーソナリティーズでいいのかな。いやでもなんか変わったけど、なんか分かるなってところがやっぱいっぱいあったから、まあそうなったんだろうな私の性格ってそうなったんだろうな。変わったと思うもんな。性格ってか、なんか生き様というかっていう感じですね。はい。まあ、やっぱりね、飲み屋に行くようになってから私なんかすごい成長したねって飲み屋の店長に言われたんですよそう、なんか私はそのここに通うようになってからすごい成長したよねって言われて泣きそうになったことがあるんですけど、まあなんか多分それくらい、多分その生き始めと今ですごい変わったんだろうなって思うから、まあそれがちゃんと結果に、この性格診断の結果に出ましたね。はい。というわけで、じゃあみんなもちょっとまたさ、流行ってる時にやったかもしれないけど、またやったら変わるかもしれないから、またやってみてよ。で私に教えてください、みんながどんな性格なのか、ね。
はい、じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。エンターテイナーの私をこれからもよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。